はい、今日は僕の、最近の話で、会社の会社の中で結構話す人がおじさんでいるんですけど、その人がすんごいいつもネガティブな話しかしてこないんですよ。でそういうネガティブな感情とかそういうことについて今日はね話していこうと思うんですけど、まず例えばね、心を病まれてる方とか、そういった働いてるところでハラスメントにあって被害にあったりとかしてる人とかのことは例外で、そういう方とかだったら全然僕でよければ全然話してほしいんですけど、そうじゃなくて毎日別にね、何も例えば概要的なことから話していくと、とにかくもうずっとネガティブなこと、例えば相手のこととか、そういう何々が嫌だみたいな、嫌だとか文句みたいな話をずっと僕にしてくるわけですよ、ずっとね。で僕が楽しい話とかそういうのに変えても全部戻してそういう話にしてくるわけですよ。最初のうちはね、聞いてても流せたりとかできるしね、また話してるわぐらいなんですけど、でもこれがね毎日よく昔からそうなんですけど、そういうネガティブなことを話す人、文句を言う人とかね、そういう人の話を聞く機会が多すぎて、話しやすいからなのかよくわかんないですけど、ずっとそういう話をずっとしてくるわけですよ。そしたらだんだんこっちもめんどくさくなってきて、ノイローゼになってきて、もうまたしとるやんってなって、でまず僕がね思うのが、もう他人軸で生きるのやめた方がいいんじゃないのかなと思うんですよ。例えば聞かされてる僕もいい気持ちしないし、それに加担して例えばね言ったりとか、逆にそういう悪いこと言ってるところを見られて、他の人から俺も一緒に加担されてるみたいにどう思われようが別にどうでもいいんですけど、いい方向にはいかないし、あと自分の心のあり方として、たとえ変なやつとか、もうおかしいとかムカつくやついるのも当たり前だって、もう再三もう自分の人生でもう重々自覚してきたわけだから、そこは自分に危害っていうか、自分に突っかかってきたとか、自分がマイナスになりそうなこととかなった時とか、反対とか時には喧嘩見たくなっちゃったりするかもしれないけど、そういう時に主張すればいいだけであって、普段からそんな文句言ってたりとか言ってたら相手と同じじゃないのかなと、そのおじさんが嫌だって言ってる人と簡単に話すと、そのおじさんと仲悪い方たちが何人かいるわけですよ。その人のことを仕事についてとか、それ以外のこととか私生活のこととかもいいんですけど、多分そのおじさんも陰口を言われたりとか、ひどい扱いとか受けてるから、多分そういうふうに僕にね言って、発散できている部分はあると思うんですけど、でもあんまそういう人たち、そういう悪く言ってくる人とか、そういう良くない負の感情を持ってる人と同じ行動しちゃいけないんですよね、本当に。豊かな生活とか自分の心の在り方とかを考えた時に、本当に何のいいこともないし、
他のね、そういう人たちと、そういうことしてる人たちと同じくなっちゃうから、もう本当にそういう人たちとはもうね、離れるしかないんですよ。もうね、分からせようとか分かってもらおうって思うこと自体がもうね、間違ってるなってことにもう気づいて、もう分かってもくれないし変わらないんですよ、そういう人たちはね。もうそうやってお亡くなりになっていくっていうふうに思って、悲しい人間だと思うしかない、だから何もね、それと同じ行動をするなん必要なんてないんですけど、まあ多分ね、そういう鬱憤とかね、話せる人がいないから、まあこう僕に話してそういうことをね、言うと思うんですけど、でもちょっと冷静に考えた時に、あんまり毎日毎日言うと自分の心にも良くないし、聞かされてる僕の身にもなってくださいよと思うんですよ。そう、まあ、さっきも話したけど、もうね、なんだろう、こう会社も辞めたいとか、もう心を病んでしまってるとかっていう人とかの話とかだったら全然わかるんですけど、そのおじさんも言ってるんですよ、自分で人のこと指摘したりとか、そういうなんか、なんだろう、部分がまああるから、別に、なんだろう、そんなに元気もあるしね、え、多分しょっちゅう毎日毎日そう相手だってね、言ってきてるわけじゃないと思うんですよ、そのおじさんにね。平和に明るく過ごしてる時もあるしね、逆にそのおじさんがね、相手のことなんか言ったりしてる時もあるから、毎日毎日そうじゃないのに、毎日そう争ってるみたいなスタンスでいたらもう疲れるんですよね。それを聞かされる僕も疲れるし、毎日そう争ってるみたいな、争っちゃいないのにね、そう、だからあんまりこうネガティブな話をね、するのをやめろとは僕は言わないですけど、そう、あまりにも文句が あるなら本人に言ったらどうなんですかって思うんですよ、そんなに元気があるならね。で、僕はまあ、そう、どっちかって言ったら、そう、ネガティブなことを考えるよりも、ネガティブなこと例えば一つ考えるぐらいなら、ポジティブなことをね、3つとか4つとか僕は考えたいわけだし、考えてるわけですよ、常に。そんなことに僕は時間を割きたくないからね。危険を予知するとか、まあね、リスクがあることをやるときとかに、まあ、ね、準備して対策をするとかっていうのは別なんですよ、そういうのとは。常にもう失敗するとか、そういうことを考えて生きたら全然楽しくもないし、生きる意味もないしね、そんなの。そう、だから僕はもう絶対に他人塾で生きないし、他人がどういう人生だから、僕本当にね、勘弁してほしいのが、その会社の人が何やってるとかどうでもいいんですよ、本当に。その2人がね、仲いい仲悪いなって僕からしたらどうでもいいことだし、そう、会社の人間、なんかうちの会社っていうか今の会社、前の会社もそうだったけど、やたらこうプライベートに干渉してくるし、やたらこう、なんだろう、社員同士のこう友達っていうか、友達じゃないんですよ、会社の人は。ただ同じ職場にいるね、同じ従業員、そうだけど、何かを勘違いして友達みたいなね、こうスタンスで接してきて、もうそういうのがすごい苦手で、僕本当にね、友達じゃないし、そうそう、なんか何かの記事でも読んだけどね、なんかそういう、なんだろ う一つこう話したら何でも全部広まってるって、だから話せないっていうね。だけどそういうの見たらね、本当に思いますよ、マジで。そう、記事で読んだのがね、こうプライベートなこととか、ね、言ってほしくないこととかも、まあ話したらこう全部こう筒抜きになってるみたいな話をね、まあ読んだんですけど、まさにその通りだなと思って。だからなんか、広めてほしくないことを言うんじゃなくて、広めてほしいことを言えば勝手に広めてくれるから、そういう風に僕もね、利用してますね、そういうのは。そう、だから本当にね、勘弁してほしいんですよ。友達じゃないし興味もないのに、そう、あったかもこう
そういう人の話を聞くと悪口とかをね、俺も加担してるみたいな風に思われるしね。僕は本当に生活のために夢を追うね、そのまでまだね、 YouTube の収益だけじゃ食べていけないしね、音楽のね、バンドの活動でも食べていけないから、こう生活のためにまあサラリーマンをやってるわけであってね、何もね、友達ごっこをしに行ってるわけでもないし、慈善活動をしに行ってるわけでもないんですよ。本当にね、勘弁していただきたい。どうでもいい、マジで。誰が何の私生活で何をしてようが、私生活で何の問題がね起こしてようが、本当僕の人生に邪魔してこなければもうどうでもいい、いいっていう、いいんです。もう僕の大切な人とかね、こう僕の YouTube 見てくださる方とか、応援してくださる方との時間ね、僕の大切な人たちの時間の方が大切なわけであって、そっちにね、あの力をかけるべきであって、何もそこに悪口を言うとか、そこでね争うことに時間をね割いたり労力を割く必要なんてないのに、毎日毎日ネガティブな話をされるわけでね、そう、もうちょっとね、一回視点を変えて、あのね、距離を置くとかね、もうそういうことに加担しないっていうスタンスに変えてみたらどうですかっていうね、あの完全なる、これは僕の個人的な話の動画なので、はい、ちょっと語らせていただきました。ありがとうございました。